羽生血弦が、親父ジャーナルを変えた変貌するスポーツ紙の現在地。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。異変は明らかです。昨年からスポーツ新聞に大きな変化が起きているのです。メディア関係者が言います。 スポーツ新聞といえばおじさんが発信しておじさんが読むことから、親父ラーナルと呼ばれ野球と競馬が長年キラーコンテンツとされてきました。なぜこの二つが常に一面を飾るのかといえば、即売で売れるという揺るぎない理由があったわけです。ところが現在、各社が注力する話題に、羽生結弦が加わりました。なぜか、 羽生は売れるがデータ的にも定説となっているのです。一例を挙げます。スポーツ各紙は昨年11月上旬、羽生さんの単独公演となる初のアイスショー、プロローグの開幕や、12月上旬に発表された226東京ドーム公演、そして年が明けてからは1月上旬の 31球場でアイスショー開催といった話題を一面で取り上げ、エース級のカメラマンが撮影した写真を大々的にフィーチャー。そして、波乳版の記事で彩り、即売の部数像につなげているのです。新聞業界に限らず出版業界も神から、ネットへの流れは止まらず部数源をデジタルでの収益で補わなくてはなりません。 宅配で安定した部数が見通せる一般紙や地方紙に比べて、即売が命運を握るスポーツ紙にとっては死活問題で、各社とも過去にないほどの創意工夫を求められている。そんな時に羽生さんが競技の第一線から退き、プロフィギュアスケーターに転向することになった。 一部にはそれを引退としてスクープする者もありましたが、実態としては引退どころか活躍のフィールドが広がっている。各種の羽生版はその志に共鳴しています。前述のメディア関係者、羽生サイドのスポーツ紙に対する対応もこの流れに寄り添っているとの声も聞かれます。スポーツ紙デスクは声を潜めつつ言うのです。 トップアスリートの中には自らの立場が上になるとスポーツ誌なんてという対応をする人もいます。意のままにコントロールできるメディアや日経や朝日といった高級紙としか付き合わないというやり方です。しかし、羽生さんは違う。どれだけジョイになっても気持ちよく対応してくれる。これは真のスーパースター。例えば王さん、長嶋さん、猪木さん、カさん。 松井秀樹さん、大谷翔平さんらにも共通する大事な要素なんです。編集の現場へ緊張感とやる気を与えるのは、羽生ファンの熱く強い眼差しだと前述のデスクは証言します。読者とはストロングスタイルでの真剣勝負。こちらも全力で取り組まないと、いいものは作れない。写真も文章も熱意と技術、両方問われます。 最近は就職活動の大学生から第一志望の理由が羽生さんの報道をやりたいという声も届くようになりました。各社とも2月26日の東京ドーム公演に対する報道は勝負所になりそう。スポーツ紙業界の脱オヤジジャーナル化はさらに進むことになりそうです。うん、厚生。ここからネクスト編集部。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。